ヤナナヤナナとは、岐阜県岐阜市にある、ヤナガセ商店街の非公式キャラクターである。岐阜県時々商工労働部長。2008年7月5日に誕生し、2013年3月31日までの約4年8ヶ月間、活動した。本校ではキャラクターである、ヤナナに加え、運営主体であった街づくり団体、人々の会について述べる。 アクアージュ柳瀬の人魚像柳瀬で開催された引退イベントで大勢のファンというキャラたちに見送られるや7段ボールで作られた頭部はアーケードのマーメイドという言葉遊びから岐阜市柳瀬商店街のアーケードの形状を模したフォルムとなっている身長は通常8センチメートルだが好物の岐阜特産の枝豆を食べると20倍の大きさになり 実体化するという設定である。柳瀬商店街には、さらに20倍化した柳瀬のフラッグが掲げられている。非公式キャラクターであるのは、あえて非公式にすることにより制約なく自由に、商店街の PR ができるという、柳瀬活性化プロジェクト団体、人々の会代表、佐藤徳賞の発案による。柳瀬を、デザイン。 考案し、ヤナナと名付けたのたのは、岐阜県を拠点に活動する、音楽家、サクソフォン奏者である、小島雄二で、ヤナガセ商店街のイメージソングである、ヤナガセルンバ、動画、ヤナナと西の魔女や、ホームページの制作もしている。ヤナガセ商店街内の日の出町通りとレンガ通りの、間にある水路沿いの歩道、アクアージュヤナガセに、マーメイドの銅像があり、 これがモデルだと言われているが、一人々の会スタッフが、マーメイド像に気がついたのはデザインができた後である。2012年7月5日、2013年3月31日を、もって引退することが緊急記者会見で発表された。同日以降は、柳瀬商店街で8センチメートルの人形の状態で、住み続けるが、ゆる、キャラとして、こうの場には登場しない。 引退イベントの際には多くのファンに加え、信仰のあるモンなどのゆるキャラ約80体も参加した。佐藤のことによると、最終日に集まったゆるキャラたちは交通費等の経費を全額自己負担という条件で参加したという。柳瀬でのお散歩や県内外で開かれるイベントなどでは20倍の大きさになった姿で活動する。 各地へ移動の場合にも20倍の姿で移動する。言葉を話せないという設定のため無口で、フリップボードやジェスチャーを使って、意思の疎通を図る。ネット上では Twitter、m i x i ブログを活動の範囲としている。ブログ、ダンボールでごめんなさい。において、岐阜出身の漫画家、湯浅美希作画による4コマ漫画が毎週月曜日に掲載。 本当にあった、愉快な話と同人誌に掲載された作品と合わせて、柳瀬のアイドルや、七夜よとして、筑書房より、単行本化。ネット上では、なんやよ、などと、義父の方言を知らないと、関西弁にも思えるが、身の弁を交えた喋り方をする。アーケードの街灯をイメージした触覚のついた、山形の食パン型の丈夫な段ボール箱の顔を持つ。 マーメイドの格好をしてオーバーリアクションをする。首から下は着ぐるみではない。そのため通常30から40万円ほどする制作費用は約1万円と他のゆるキャラに比べてかなりの破格地でできている。柳瀬商店街近くに住む世界一美しい魔女と自負する西の魔女。ある時彼女は柳瀬商店街をさまよっていました。 人気の少ない夜の商店街。目に映るのは、自分より身を取りする美人ばかり。私が一番予想細くえ見去ろうとすると、魔女も嫉妬するほど美しい人魚が、色とりどりに輝くライトに照らされて佇んでいました。その人魚は、人間の長瀬くんに恋をして、それはそれは美しい姿をしていたのです。アクアージュ、に住む。 美しい人魚、恋をしているその人魚のあまりの美しさに嫉妬した、西の魔女は、いまいましいと人魚を魔法でゆるキャラ、ヤナナ西、虹の海に飛ばしてしまいました。長瀬くんに会うためヤナガセに戻ることを決意したヤナナは、虹の海で、ヤーナとナーナ、長良川で、あゆの歩みに助けてもらいながら、長い旅を経てようやく元いたアクアージュまでたどり着く、ことが来ました。 しかし西の魔女は、怪我をしているため、魔法も解けません。悲しみのあまり商店街をさまよっていたヤナナですが、商店街の人々の温かさに触れ、ひょんなことからお世話になっているヤナガセの人たちのために、日々奮闘することにしたのです。ヤナナの引退が発表されてからは、周囲で、妊娠したとか、体力の限界か、とうとう噂されたが、 2012年7月5日の緊急記者会見での佐藤の話によれば、活動開始から1年後の2009年にはすでに話は出ており、やななが、今後もゆるキャラとして10年20年先も活動できるかはわからない。各地のゆるキャラも知らぬ間に消えていることもある。人気がなくなり、登場機会が減って自然消滅することは、 柳瀬商店街にとってマイナスイメージとなってしまうので避けたかった。とのことである。そこで活動期限を設け一番のピークで引退することが望ましいと考え2013年3月31日を引退の日と決めた。この間様々な苦悩はあったが最終地点までそこまでは頑張ろうと鬼のように言い続けて乗り越えてきたという。また、 最大のピークで引退することで、人々の記憶にも残り、山口桃江のように伝説になるとのことである。ヤナナの登場は、ヤナガセの PR ではなく、商店街にあるお店のファンを作ること。ヤナナやスタッフを好きになってくれたファンは、ヤナナが勧めるものも好きになってくれる。そしてヤナナが勧めたものを販売する、お店のファンになってくれる。最終的には、 商店街各店主の意識改革を求めることが本来の目的だった。ヤナナは引退したが、今後もヤナガセを盛り上げていくイベントを継続して行うと佐藤は話している。なお、この1ヶ月前にヤナガセの新キャラクターを募集する告知が6月6日のヤナナ公式ブログに掲載された。さらに応募先はラデッキであったり、ヤナナも、 審査委員長として参加していることから、記者から、ヤナナの引退に合わせて企画されたのではとの問われたが、主催が、岐阜市であり、直接の関係はない。2010年頃より外見がヤナナに似て、表情や性格を悪くさせた、ダークヤナナが登場した。ヤナナのダークな一面が、具現化した存在で、ヤナナと、ステージで共演することがある。なお、 本物のヤナナの頭頂部はドーム状になっているが、ダークヤナナは正面に貼り付けられた紙以外は四角い、段ボールのままなので、後ろ姿でも区別可能。ヤナナに先駆け2013年3月16日のステージで引退した。引退直前の2013年3月16日、ヤナナを題材にしたメタフィクション映画が制作されることが公表された。 公表の会見には、ヤナナも同席した。計画では、一橋本伊蔵が監督、脚本を担当すること、ニヤナナの引退後撮影に入り2014年春の公開を目指す等が明らかとなった。ヤナナの引退後、映画企画会社、PKP が中心となり映画制作のプロジェクトが本格的に始動した。また、人々の会が中心となり、 柳瀬商店街内に柳瀬の等身大銅像を設置する取り組みが同時進行で行われた。柳瀬引退発表に前後して組織された、ありがとう、柳瀬実行委員会と称する任意団体が、レジェンド・オブ・ヤナなるクラウドファンディングを立ち上げ、柳瀬映画制作モニュメント像混流のための活動資金の調達を主な目的として、 2013年7月18日までにファン有志211人から502万7377円を集めた。しかし、映画制作のプロジェクトは進行途中で事実上、頓挫し、ヤナナ引退から約1年後の2014年3月19日の記者会見で映画化プロジェクトを一旦白紙に戻すことを公表した。 銅像設立のプロジェクトも停滞し、映画化及び銅像設立の公約が実現しないまま2014年3月にクラウドファンディング出資者に対する特典グッズが発送された。また、銅像化計画地帯のエクスキューズとして、ペーパークラフトによる等身大のヤナナ像が作成され、外から見える形で人々の会事務所に設置されている。ヤナナ引退後、 人々の会はご当地キャラを起用したプロモーションから撤退し、柳瀬を拠点としたイベントや、ご当地タレントを使ったプロモーションにシフトする。その中で2013年5月、ユッコや、ミオらもとやななビジュアルスタッフの一部がメインとなり、柳瀬商店街で、街頭イベント、や、柳瀬サンドが立ち上がった。柳瀬の毎月1回の定期イベントを開催していた、 第3土曜日に設定しヤナナの使命と意志を引き継ぐものとして、ユッコや、ミオナラによるヤナガセのプロモートや、大田プロダクションのタレントや、ご当地アイドルたちのライブを開催し、ヤナナ引退後の新たなファン層の開拓に寄与し、2017年3月に終了した。ヤナナ引退後、元ビジュアルスタッフの一部は人々の会の活動に残留する一方、 佐藤が社長を務める、タレント事務所所属のタレントとしての活動を始める。ゆっこは2013年4月に、柳瀬商店街公認マスコットガールを拝命すると、共に、ご当地キャラクター関連イベントの MC を専門とする、キャラガルゆっこの芸名で活動するようになる。高校入試を終えや、7引退直前に復帰し、ミオナも、 岐阜美少女図鑑から転籍し、岐阜のご当地アイドルとして活動し、明かりもラデッキ所属の岐阜美少女図鑑のモデルとなった。ユッコとミオナはタレント修行のためオータプロエンターテインメントに入学するが、前述の柳瀬サンドへタレントの出演など、オータプロとの連携を強めていくことになる。一方、柳菜引退前にラデッキとは別の事務所のモデルになっていた京花と、 岐阜美少女図鑑に残留していたか波は、柳瀬サンドの立ち上げには参加するも2013年10月に、同図鑑モデルに専念するとの理由で活動から離れた。同時に、ゆっこ、ミオナあかりの3人組で、柳瀬ガールズを名乗ることになるが、2015年12月には、ミオナが進学のため活動から離脱。一個は、 やな瀬ゆっこの芸名も持つゆっこが中心となって活動をしている。なお、人々の会もラデッキメンバーに加え市民共同に関心を持つ学生インターンも受け入れ、街づくり団体として活動を継続している。2015年2月5日、ヤナナを題材にした舞台公演、ヤナナと不思議の世界の企画が振付や 中村瞳と,と佐藤によって発表された。キャストは人々の会メンバー、元や七スタッフに加え一般からも出演者を募ったが、ヤナナ役が引退した。ヤナナが復活して演じることになり、同年8月21.22日の公演で、引退から約2年半ぶりに、劇中限定ながら、表舞台に登場した。2019年5月には、デビューから引退。 その後が綴られた小説奇跡は段ボールの中にが加納雪によって執筆され中部経済新聞社全身から発行された2014年10月にはヤナナのラインスタンプが登場12月にはゲームご当地鉄道にはナナが登場しているありがとうございます